道の駅大牟田は、福岡県大牟田市にある、熊本県道、福岡県道15南関大牟田北線の道の駅である。大牟田市の東端に近く、熊本県玉名郡南関町との境界から100メートル程度の場所に位置している。地元の農業振興などを目的に2000年に大牟田市が開設したもので、開設時の総事業費は約7.55億円であった。 資本金1.35億円のうちオムタ氏が8500万円を出資したほか、地元の農業共同組合などが出資する第三セクターの花プラスが開業時から管理、運営を受託してきた。しかし、最盛期の2003年度に約78万人あった来館者が2013年度には約46万人にまで落ち込んだ。そのため、運営する 第3セクターの花プラスは2009年度からは5年連続の赤字となり2013年度決算で累積損失が1億円を突破する状況に陥った。そこで2015年4月から民間に当益の運営を民間に移管し第3セクターの花プラスは生産されることになった。ABCDEF コンドをサト大無田の3セク、花プラス、 解散へ、道の駅民間に委託。毎日新聞、P21。ありがとうございます。